どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さて今回もやっていきたいと思います。俺のサクサクセスシーズン6、前置きはさておいて、とりあえず塩佐さんからのリクエストをお答えしていきましょう。今回はギーさんからのリクエスト、ザーコですね。昔あの横浜にいたローズみたいな感じの、セカンドの、選手を作ってほしいということで頑張っていきたいと思います。今回は結構大変ですね。あくまでも理想的なっていう何でしょうね、リクエストというか結構細かく教えていただいて、これは答えられるかどうか知んないけど頑張っていきたいと思います。とりあえず作っていきましょう。まあ、詳しくはテロップで出しておきたいと思います。いきます。ザーコですね。あ、OK。とりあえず、で、それで、まず、これ、まあ、これはいいや。で、右投げ右打ちの、セカンド、そして、まあ、特に打ち方は特にないですね。じゃあ、とりあえずオープンスタンスにしておきましょうかね。で、それで、元横浜にいたということなんで、じゃあ DNA にしておきましょう。DNA で、理想的な話は弾道3のミート A、パワー C、ミート A ってことだね。まあ、おそらくだからミート強化必要でしょうね。あと他にそうね、そうですね。一応じゃあちょっとシビ強化もゲットしておきましょうか。セカンドなんでね。これでいきましょう。わかんないですよ。そんな、あくまでもまあ、かっこ理想的なって書いてくれてるから、まあ、ある程度は強要してくれるのかななんて思いますけど、ちょっと、でも甘いは許されない。そんな感じで頑張っていきたいと思います。いきましょう。右ですね。まずは。右行って、まず選手に会いたい。会えた。よかった。近所選手、どうもー。代打丸。よっしゃ。代打丸はでも、まあ大事かな、ある意味。で、ミート。下がっちゃったか。で、お、来た。しょっぱな野球超人伝は大きい。ありがとうございます。いやー、いいですね。しょっぱな野球超人伝が手に入るっていうのはかなり、幸先いいんじゃないでしょうか、本当に。で、これで、どうしようかな。ちょっとこれ迷うな。とりあえず、これは、こうかな。こう行きましょう。こう言って、ちょっと体力使っちゃったけど、まあいいや、もう一回。うわぁ、悪くなった。まあいいや、ゴール、よし。ちょっと使っちゃいましたね、体力。でもまあ、序盤に終わりには結構 E が多くてよかったですわ。ステージ2行きましょう。まあ、最初の、超人伝が効きましたね。オッケー。で、これで、下行って、左挑戦。おー、パワーアップ。おー、いいね、いいね。よし。ミート A となると結構大変ですもんね。頑張ります。とりあえず、アクセス選手、どうも久しぶり。バント丸、バントか。まあいいや。で、それで、おい。で、選手に会いたいな。誰だ？ブランコ選手、どうも。守備アップ。あ、いいね。シャッフルしなくてよかったかな。まあ、選手に会い、よし。結構青が寄った。で、なんだ？あ、吹っ飛ばしカード。ありがとうございます。これは忘れないようにしておきましょう。はい、ゴール。下手にちょっと、体力減るの嫌なんで、もうゴールしておきましょう。で、それでステージ3ですね。宝箱は確定でしょう。まずはちょっと、右下を攻めましょうかね。おい。あー、肩アップ。あ、いいね、いいね。で、それで、エラー回避すげえ手に入るんだけどな。体力アップ。で、選手に合う。これは以前作った選手ですね。肩アップ。ありがとうございます。ミートが伸びないな、しかし。ちょっと思ったより。で、これで、ほい。あ、なんだ？あ、よかった。おー、ラッキー。よし。よし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 。ミートが一気に D までやった。よかったのかな、これはこれで。あー、ちょっと遠く行っちゃったな、宝箱。取り行きたいけど、これやる気さが、まあ、いっか、やる気さがあっても仕方がない。梶谷選手どうも。ソルシー、ありがとうございます。で、ほい。これでどうだ？お、パワーアップ。パワーが D、ありがとうございます。さあ、ここで、もう一回野球超人伝来い。偉人伝の方かい。守備職人、ヘッドサイドが、いいじゃん。結構使える能力でよかった。これで、ほい、行って、回復、ありがとうございます。で、これどうしようか、体力使っちゃおう。よっしゃ、ミート C、オッケー。さあ、テンション。まいったな、テンション、口調じゃ、どんな頑張ってもいい選手できないんですよね、やっぱり。ほいで。うわー、マジか。悪いこと続くな、しかし。ゴールしときましょう、体力的にも。うわー、ちょっとやばい。ここでノリノリとか踏みたいですね。ということで、ハテナマスはちょっと優先的に今回踏みたいと思います。あ、ひじりちゃんに会う、まず。ほい、頑張るよー。守るか、よっしゃ、ありがとう。で、これで、まずちょっとやる気上げて、で、シャッフル。シャッフルして、さらにちょっと何かあれば。あ、よっしゃ、帰り、宝箱近い。あ、金縛りか、どう赤が多いなぁ。まあ、いっか、踏むか、仕方がない。あ、ミート下がったよりによって。お、遅い、ちょっと遅かったな。おい、なんだ？あ、総力超人ね、総力が D。はい、アナマス。で、おい。うわぁ、マジかよ！カレンさん、どうしよっかな。ちょっと、犬に会っとこう、せめて。これで何かもらえればいいと思いますけど、なんだろう。パワー強化、アナマス。で、これでゴールしときましょう。あー、青がなくなっちゃった。痛いな。ちょっとこれは嫌な予感しかしない。
うわうわうわ、不安だな。ステージ5いきまーす。ラスト。ここで大逆転があると信じて。金縛りか。だったらどうしようかな。まず、肩アップで、ほい。まあ、テンションが楽しい。もう今更だよな。で、グリエル選手にやって、どうも、守備アップ。ありがとうございます。で、シャッフル。できればここでやる気とか上がるマストが来ればと思ったんですけど、ね、これで行って、ほい。あ、金縛りけた。はい、ありがとうございます。で、オールディ以上にはなりそうですけどね。カレンさんに、あ、なになになに、よりによって吹っ飛ばすか。ちょっと厄介ですね、これ。あ、しまった。うわ、俺の選択肢ミス。やばい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 。まあ、大丈夫か。これで、1、2ってやって、悪魔か。悪魔だとわかんねえな。で、下で、ほいと。さあ、来い。おっしゃ、危ねえ。オッケー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 。で、これで、やる気も上がればいいな。上がんなかったか。じゃあ、しゃあねえな。さて、さて、さて、ここでミート、ちょっと、底上げですかね。で、よいしょ。あー、来た、野球超人で待っちゃう。よし。あー、でも、C か。ちょっと、これは、野球超人で、これ、幽霊に会えなかった。残念。で、あ、野球マン。あっちか。会えなくはないかな、ワンちゃん。まあ、ここと、ミートアップでいい。で、これで、いい絵で赤踏むのは仕方がない。あ、行っちゃった。まあ、結構割と、まあ、また遊び来てね、ということで、カットしまーす。で、これで体力回復。4か。で、ほいっと。これ、どうしよっか。ちょっとなー。まあ、さあ、ね、ちょっと待ってよ。ね、希望がですね、弾道3なんで、弾道まず1つ足りないでしょ。で、ミーと A だから、これも1つ足りない。パワーは C、OK。走力 D、OK。肩 D、OK。守備 C 足りない。補給 D。あー、ちょっとなんか希望に応えられてねえな、全然。よし。まあ、とりあえず上で挑戦すっか。お、やべ。なになに、いや、パワー強化か。もうこれで帰らなきゃ死ぬもんな。とりあえず感染しておきましょう。ちょっとこれは、期待に応えられてない感が否めないな。申し訳ないですけどね。ちょっとこれはなー、もったいない。まあ一応完成にしときますか、これで。うん、まあ他にもちょっとギーさんのリクエストありますから、ちょっとそっちにちゃんとお答えしていきたいっていう感じはありますけど。ちょっと悔しい。で、ちょっとじゃあ、どんな感じだったっけ、ローズって俺覚えてないんですよね、あんまり。とりあえずじゃあちょっと、まあ、とりあえず色順にしといた。で、これで、で、目を26。28だ、失礼。結構普通になったな。まあでも、一応これで完成でよろしいでしょうか。申し訳ない、完成です。まあ、守備職人とかヘッドスライディングがあるから、ワンチャン何か打ってくれるバッターにはなるのかなと思いますが。というわけで、次回へ行きたいと思います。次回も、続けて選手作っていきますので、お楽しみに。それじゃあ、またね。